どうもこんにちは、始まりました、今日はね、ゴールデンウィーク終わって、グアムだとかハワイだとかプーケット皆さん行ってきましたけど、縁はどうでしたか？5月の FOMC も終わって、またね 0.5% 金利が、まあ織り込み済みだと思うんですが、上がってきました。両替はどうされました、空港でされましたか、それとも向こう行ってキャッシングされました？いずれにしても両替することによってお金がなくなっちゃいましたよね。どうしよう。私もいよいよタイに行こうと思うんですが、今1バーツが3円からもう4円の計算になってるそうですね。少しでもね、両替して手数料を取られないようにしようかと思って今いろいろ探してるんですけど、このワイズのねデビットカードっていうのが出てきました。こちらをちょっと見ながらね、まだ私もね調べてる最中で、今デビットカードを1200円だったかな、手数料払って今注文してます。でネットからこう入ってきますとこんな説明があって、でまあ日本語でね、いろいろサービスが出てますので、この辺をね見ていただければと思います。まあ、多分ね私よりも詳しい方いっぱいいると思うんですけど、どうやらですね、なんかネット上にアメリカの口座だとかユーロの口座、ポンドの口座っていうのがいろいろ口座が作れるみたいなんですよね。なんかこの辺を見てると、それほどなんか為替の、差損が発生しないようなので、ちょっと今これカード作って、実際にね口座を開いてやってみたいなと思ってました。でタイのバーツもあるので、ちょっとこの辺はねまた後で確認して聞いてみたりしないといけないかなと思うんですけど、ワイズに長けている方はまたね私に教えていただければと思います。おそらくイメージから しますと、円高の時に為替でねドルを購入して、で自分の貯金に、当てます。で円安になった時に使うってことは別にねこだわんなくてもいいと思うんですけど、なんか100万まで一つの口座、全ての口座かなで100万までは、ね、保管できるそうなので、そこに一旦例えばヨーロッパ行くんだったらユーロだとか、あとポンドなんかすごく高いですよね、手数料が。でそれを一旦ここにポンドの口座を作っといて、で今ポンド多少落ちてきてますから、今ポンド買っといて、で現地でデビットカードをね使って引き出すということをすれば一番なんか手数料が安いんじゃないかな。まあ、間違ってたらごめんなさい、また教えてください。でこんな感じでね、保有についてとかねいろいろ細かくヘルプセンターの方で、書いてありますので、私もねいろいろちょっと電話しても聞いてみたいなとも思うんですけど、見ながらね、皆さんも興味持っていただければいいんじゃないかなと思いました。送金はね多分皆さんやられてると思うんですよ。ただ実際にどうなんでしょう、通帳を、アメリカの、口座を開く、それからねイギリスの口座開く、ユーロの口座開く、なんかトルコリラとかもなんか開けるみたいなんで、ただまあトルコリラとかはねさすがにちょっと今リスクが大きいかなとは思いますけど、でそこからお金のねチェンジはすごくいろんな種類ができますから、まあ、僕はほとんど多分バーツになると思うんですけど、まあバーツの口座を開いて、で現地でバーツが下ろせれば一番いいかなと思うんですが、ただまあその時の手数料がいくらまでは無料で、いくらまでがいくらかかるとかっていうのがあるようなので、またその辺をね調査してやってみたいなと思っております。ただいずれにしても一昔前までは1万円を買えればねバーツだったら3000バーツを超えてきてたんですけど、今もうね4円だと2500バーツを切る切らないかぐらいのところも出てくると思うので、そうするとね2000円ぐらいということは、これ桁がね一桁変えてくると10万書いたら2万円100万書いたら20万損するわけですよね。これ非常に大きいと思うので、特にね現地で住まわれてる方はいろいろね試行錯誤されてるんじゃないかなと思うんで、また教えていただければと思いますが、まあ今ちょっとこれをねワイズの方で、送金だけじゃなくてデビットカードどう使うかっていうことをうまく使いこなせれば、多少なりともねそのあたりの手数料を、お金を日本円をバーツに変えた時に、損しない方法っていうのがあるんじゃないかなと思ってちょっと作ってみました。
いかがでしたか。今回は、ちょっと円安にね伴った、お金の流れというか、お金をいかに無駄なく使える方法というのをちょっとねやってみましたので、またいろいろ皆さんからも教えていただければと思います。もしよかったらチャンネル登録といいねボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた出かけましょう。バイバーイ。